はい、どうもこんにちは、スマホ店長です。今回は2024年下期4大キャリアのホーム Wi-Fi についてランキング形式でお伝えしていきたいと思います。今ホーム Wi-Fi を探している方で、例えばドコモですとか au ですとか、まあ、そういったね、あの4大キャリアの中からどれにしようかと迷っている方いらっしゃると思うんですが、今回はですね、その4大キャリアの中から元販売員の僕がランキング形式でお話をしていきたいと思います。今回比較するサービスは、ドコモからはドコモのホーム 5G、 au からは au 系のトクトク BB ホーム Wi-Fi、 ソフトバンクからはソフトバンクエア、楽天モバイルからは楽天ターボ、この4サービスの中から、ランキング形式でお伝えをしていきたいと思います。今回比較する内容としては、料金と、割引サービス、あとは会社独自のサービス、いろいろあるんですけども、そういったものを全部ですね、比較していきながら、僕が独自に、ランキングつけていきましたので、早速ね、紹介していきたいと思います。まず第4位は楽天ターボです。楽天ターボは月額料金が4840円と、今回4つのサービス紹介する中で一番安い月額料金となっています。このホーム Wi-Fi というのは、機器代金としてこの機械をですね、購入する必要があるんですけども、楽天ターボに関しては4万1580円となります。で、これは各社共通なんですけども、これを一括で支払ってもいいですし、あと分割で払っていただいても大丈夫です。で、楽天モバイルに関しては、この4万1580円というのを分割で組むんですけども、楽天カードを持っているか否かによって、支払いできる回数というのが少し制限されたりします。楽天カードを持っていない人は24回払いか一括払いかのどちらかになります。で、今楽天ターボを契約してもらうと、6ヶ月間は月額料金無料というキャンペーンをやっていますので、最初の6ヶ月間は機種代金のみの毎月1732円を支払いをして、7ヶ月目か24ヶ月目までは6572円を支払いをするという形になります。今回楽天ターボを4位にした理由というのが、月々サポートがないというところなんですね。これから紹介する3社に関しては、月々サポートというですね、値引きがあるんですけども、楽天ターボに関してはこの月々サポートがないんですね。で、この月々サポートって何かというと、先ほど紹介した機種代金、機器代金ありますよね。あちらを分割で組んだ場合に、その機器代金と同額分の値引きをしますよっていうのがあるんですけども、今回紹介する4社の中で唯一、この楽天ターボだけがそれがないんですね。ですので、月額料金がどうしても高めになってしまっているっていうところになります。あともう一つは、スマホセット割といって、楽天モバイルを持っていたとしても、特に値引きは何もないんですね。これから紹介する3社に関しては、その自社のスマートフォンを持っていれば値引きはされるんですが、それがないというところ。この2点が楽天ターボを用意した理由となっています。はい、それでは第3位は、ドコモのホーム 5G です。月額料金は4950円で、機器代金が7万1280円となっています。原則36回の分割になりますので、毎月の機器代金が1980円の36回になります。それに対して月々サポートとして、1980円の値引きが36回ありますので、実質0円となっています。ですので、月額料金は4950円で毎月使えるというふうになっています。あとはスマホセット割はホーム 5G セット割というのが適用できるので、プランにもよりますけども、ドコモを持っていれば最大1100円の値引きがあるというところですね。今回第3位にした理由というのが、機器代金の高さなんですよね。で、この機器代金というのが7万1280円とですね、結構高いですよね。もちろん月々サポートというのはあるので、3年間使えばこの機種代金は実質0円になるんですけども、万が一解約をしてしまった場合、この1980円の残りの回数分を支払いをしなければいけなくなっちゃうんですよね。なので、かなりね、こう縛られてしまう状況になってしまうんですね。なので今回はこの第3位にさせてもらいました。それでは第2位はソフトバンクのソフトバンクエアです。ソフトバンクエアは月額料金が5368円、機器代金が7万1280円となっています。ソフトバンクの場合はこの7万1280円を36回の分割で減速します。ですので、これを分割にすると1980円の36回となるんですけども、ソフトバンクの場合は月々サポートというのがありますので、機器代金と同額分の1980円分を36回値引きするという形になりますので、実質0円となっています。そうすると月額料金は機器代金も込みで5368円となっています。で、現在ですね、ソフトバンクエアはキャンペーンをやっていて、
ソフトバンクエアみんなお得割というキャンペーンをやっています。でこれが毎月2398円を2年間値引きをするというキャンペーンになってますので、24ヶ月目までは2970円で使えて、25ヶ月目からは5368円というふうになっています。ですので月額料金でいくとかなり安くなっています。今回ソフトバンクエアを第2位にした理由というのが速度なんですよね。で私も今回この4社についていろいろ速度を調べてみたんですけども、いろんなその使ってる方の情報を聞いてみると、ソフトバンクエアに関しては上りの速度が若干遅いのかなっていう印象でした。ですので速度を気にされている方は他のね会社もね合わせて検討してみるといいと思います。ですので今回は第2位にさせてもらいました。それでは第1位ですが、第1位は au 系のトクトク BB ホーム Wi-Fi です。こちらは月額料金が4928円、機器代金が 27,720 円となっています。この機器代金については今回紹介している4社の中では一番安くなっています。こちらは分割の36回にすると770円の36回となります。でこちらも月々サポートが同額の770円分の値引きが36回分ついて実質0円となっています。ですので月額料金は4928円となっています。こちらはスマホセット割が au ですとスマートバリュー、 UQ モバイルですと自宅セット割というのが適用できるので、プランにもよりますけども最大で1100円の値引きがあります。まずこちらを1位にした理由というのが、光回線へ乗り換えた場合に無料でアップグレードができるという点なんですね。これが今回紹介している4社の中では唯一これだけなんですよね。これどういうことかというと、皆さんこのホーム Wi-Fi っておそらく、光回線にしようか、ホーム Wi-Fi にしようか悩んでいて、事情があってホーム Wi-Fi してる方もね一定数いらっしゃると思うんですが、そういった方が例えば環境などが変わったり状況が変わった時に光回線にしようとした時に、このホーム Wi-Fi って当然いらなくなるわけですよね。そうすると先ほど紹介している機器代金については残り分を支払いをしなければいけないんですよね。でこれが実はトクトク BB ホーム Wi-Fi だと全額免除になるんですよ。これが本当にすごいんですよね。例えば先ほど紹介しているドコモですとかソフトバンク、楽天モバイルに関しては、こういった特典がないので、仮に1年使って光回線に変えた場合は機器代金っていうのを残り分2年分払わなければいけなくなっちゃうんですよね。で特にドコモですとかソフトバンクだと機器代金がかなり高いので、例えば1年使ってやめてしまった場合だと1980円の24回分を支払いをしなければいけなくなってしまうので、かなりやめづらいですよね。それがこのトクトク BB ホーム Wi-Fi であればそれがなくなるという点が非常に大きいんですよね。あと速度については規格上最大 4.2Gbps という速度になっているので非常に快適に使えるっていう点がポイントになってきます。ですのでゲームですとか仕事でしたらオンラインミーティングなんかも快適に使うことができます。他にもですね、他社にない特典が結構あってですね、まず一つは高額なキャッシュバックなんですけども、こちらは下の概要欄にリンク貼っとくんですが、こちらから申し込んでもらうと最大7万2000円のキャッシュバックがあるんですよ。ですので僕が1位にした理由というのは、まず月額料金が安くてさらに速度も速くて快適に使える、そしてキャッシュバックが最大7万2000円もらえて、さらに事務手数料も3300円が今なら無料でできるというところなんですよね。トクトク BB ホーム Wi-Fi の特徴をもう少しで簡単にまとめるとこんな感じになります。光回線を引きたくなったら無料でアップグレードできたりですとか、端末代金は実質無料で使えますと。で速度も最大 4.2Gbps の高速通信が使えて、ずっと定額で安心して使えるというところですね。あと意外と知られていないんですが、今回紹介した4社の中で唯一登録先住所以外でも使えるんですよね。他の3社に関しては契約した住所以外で機械を持ち運んで使うということができないんですね。ですので例えば実家で使いたいですとか、仕事の都合でホテルで使ったりですとか、そういったことが実は他の他社ではできないんですが、このトクトク BB ホーム Wi-Fi であればそれを持ち運んで使うことができるという点なんですよね。あとは最大7万2000円のキャッシュバック、そして最短翌日から使えます。これ今日申し込んでもらうと最短で明日届くので、届いたらコンセント差してその場ですぐ使えるっていう点なんですよね。ですのでこのホーム Wi-Fi といっても、この会社によってかなりですね、月額料金ですとか特典ですとか速度ですとか、これだけね違ってくるんですよね。ですので今ホーム Wi-Fi で悩んでる方に関しては、このトクトク BB ホーム Wi-Fi がね本当におすすめなので、ぜひね検討してみてください。詳しい内容ですとか申し込みは下の概要欄にリンク貼ってありますんでね、そちらの方から申し込んでいただくようにお願いいたします。はい、ということで今回は2024年下期4大キャリアのホーム Wi-Fi についてランキング形式でお伝えしてきました。
チャンネル登録とグッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。スマホ店長でした。それではまた。